ロレンツォ・リボナベンチュラは、イタリア系アメリカ人の映画プロデューサー。リボナベンチュラ・ピクチャーズの創設者でありオーナー。映画、G.I. ジョーシリーズや、トランスフォーマーシリーズのプロデューサーとして知られ、彼がプロデュースした映画の興行収入は70億ドルを超えている。ロレンツォは、チョート・ローズマリー・ホールと、ハーバード大学を卒業した。 その後、ペンシルベニア大学のオートンスクールで MBA を取得した。父親のマリオ・ディ・ボナベンチュラは公共楽団の指揮者であり、おじのアンソニー・ディ・ボナベンチュラはコンサートピアニストであった。ロレンツォは1990年代にワーナー・ブラザース・ピクチャーズの幹部社員として活躍し、その後はワールドワイドプロダクションの社長となった。彼が、 ワーナーブラザースに在職している間に、マトリックスを見出し制作に導き、JK ローリングのハリー・ポッターの映画化券を購入した。彼の制作会社であるディ・ボナベンチュラ・ピクチャーズは、パラマウント・ピクチャーズに拠点を置いている。ロレンツォは、マイケル・スコットのファンタジー小説、錬金術師にコラフラメルの映画化券を購入した。彼は、このファンタスティックなシリーズは、 ハリー・ポッターの進化版だと形容している。ドキュメンタリー映画、サイド・バイ・サイド・フィルムからデジタル・シネマへでは安価で高品質なカメラが普及したことで誰もが映像作家になることができるようになったが一般の人々が従来の映画制作者の作品と見分けがつかないようなひどいエンターテインメント作品でメディアの世界を飽和させる可能性があると批判している。 これは、スティーブ・ジョブズが、サムシングスデジタルのカンファレンスで、ジャーナリスティックな編集コンテンツが非常に不足している、と訴えたのと同様である。スティーブ・ジョブズが、あるサムシングスデジタルカンファレンスで、ジャーナリズムの編集コンテンツが不足していると、訴えたのと似て、テイストメーカーがいないために、このような新しいメディアのあり方が、生まれてしまったのだとも言及している。ロレンツォは、 超党派の反汚職組織であるリプレゼント、アスのクリエイティブカウンシルの議長を務めている。また、2015年からは、クレアモント大学院大学の評議員を務めている。パラマウントピクチャーズサミット、エンターテインメントライオンズゲート、フィルムズワーナーブラザースピクチャーズその他、ありがとうございます。